こちらの座礁が、強風と干潮が影響したとみられています。座礁した JR 西日本宮島フェリーのこちら七浦丸ですね。赤い線で囲ってあります。えー、七浦丸は正午過ぎ、宮島桟橋に乗客を乗せるため停泊していたところ、非常用アラームが鳴り乗客を降ろしました。その後、点検のため沖へ移動しましたが、 午後一時過ぎ、五島神社から北北西およそ二百八十メートル付近で座礁したということです。JR 西日本宮島フェリーでは強い風の影響と艦潮に向かうタイミングだったことが原因と見ています。船長ら関係者四人が乗っていましたが怪我はなく、船に浸水や油漏れなどもないということです。降りた乗客は次の便に乗りました。 現場の満潮時時刻は午後10時41分です。現場には救援艇が到着していて潮が満ちてきたら沖に戻す作業をするということです。